はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。18時、6時ですね、おちょいと回りました。10月は21日の月曜日でございますね。もう10月も後半、もう後半ですね。さて、これはロイター、昨日の朝の8時54分に出た記事ですね。英雄の死は核あるべき、ガザ住民、ハマス最高指導者シンワル氏悼むという記事でございます。ですね、あるガザ地区在住の父親にとってイスラム組織ハマスの最高指導者シンワル氏が最後まで戦い、棒でドローンを撃退しようとしながら死亡したことは英雄らしい死に方だった。シンワル氏がイスラエルと戦争を起こしたせいで壊滅的な犠牲が出たことを嘆く人もいるが、他の人々にとっては未来の世代への模範だと。ああ、そうなんです。シンワル氏は紛争のきっかけとなった2023年10月7日のイスラエル奇襲の立案者。イスラエルによる1年に及ぶ追跡の末、10月16日に同国軍、との銃撃戦で死亡したことは翌日に発表された。砲弾で破壊されたアパートの部屋でマスクをつけて負傷したシンワル氏が自分を撮影しているドローンに棍棒を投げつけようとしている最後の数分間の映像はパレスチナ人に誇りを与えたと、まあ、うにゃうにゃと書いてあるんですけど、まあ、これはですね、この、まあ、イスラエルハマスの指導者に対するですね、プッチン作戦を成功させたということなんですけどもですね、なんて言いますかね、まあ、確かにね、その10月7日のテロをですね、パレスチナ人によってイスラエルに侵入してですね、千数百人を殺めてですね、400人余りを人質として、ガザ地区に連れ去ったという事件は衝撃的であって、イスラエルにとってそれは許されざるですね、出来事で、イスラエルは今そのですね、30倍返し40倍返しの復讐を遂げてしまいました。でまだ続いています。でさらにこのですね、シンワルさんという方をですね、まあ、プッチンしたわけですね。でこの方は今英雄になっていると。シンワル氏は生前の演説で心臓発作や交通事故で死ぬよりはイスラエルの手にかかって死んだ方がマシだと述べておりと、その言葉はパレスチナ人によってネット上で繰り返し共有されていると。うわぁ、英雄的な死に方やん。あのねあのね、変な話ね、2020年ほど前にですね、ゴルゴダの丘で処刑されたですね、イエス・キリストという男ですね、あのおっさんをですね、その当時ローマのですね、あの支配者がローマだったんですよ。ローマのですね、まあ、現地の司令官がですね、こう処刑を実行したんですけど、あの処刑を実行しなければね、キリスト教というですね、宗教はですね、もしかしたら今のようにその後急速ではないんですけど、まあまあある意味じわじわとですね、禁止してもですね、広がっていったわけですね。もしあそこで処刑をしなければですね、ただの一時的なですね、まあ一時的なカルトで終わった可能性があると私は思っています。あそこで十字架にかけてですね、処刑をしてしまったがゆえにですね、その広がっていったということは言えると思います。なんと言いますかねそれがですね、ローマにとって良かったか悪かったかということになりますけども、その後ですね、200数十年後にはですね、ローマはキリスト教を認めて、さらにその後ですね、キリスト教を国の宗教にしました。国家の宗教にしたんですね。それによってですね、私はローマ帝国は弱まったと思っています。まあいろんな理由があってローマ帝国が衰退していくんですけども、キリスト教を国の宗教にしてからの弱まり方は半端ないですよ。
であっという間に滅ぼされてしまいます。その後100年も持たなかったんちゃうかな。もちろんですね、インスタンコンスタンチ、ビザンツという町ですね、今のイスタンブールですけど、ビザンツという町で東ローマ帝国は存続、その後1000年ぐらい存続しますけどもですね、西ローマ、ローマのローマ帝国、本家ですね、本家ローマは滅びてしまいます。まあいろいろありますけど、その後東ローマがまたローマを奪還されるということもあるんですけど、基本的にそこで滅びるんですね。私はキリスト教というものがなければですね、もう少しローマ帝国が伸びたんちゃうかなというふうな気はしますけどね。まあそれだけではないにしろ、さらに時代が下りましてですね、1943年かな、日本とアメリカが戦っておりましてですね、南のソロモン諸島というところですね、ニューギニアのちょっと右のこう端の方でですね、熾烈な日米がですね、こう消耗戦をしておりました。その時アメリカ軍がですね、こう日本海軍の暗号を解読してですね、山本五十六っていう日本海軍の司令官がですね、なんたら島というのをですね、視察すると、ブーゲン、なんとか忘れました、なんたら島と視察すると、で何月何日と何時に視察するという時にですね、じゃあ山本長官機を撃墜しようじゃないかという案を立てるんですね。その時彼は考えるんです。山本という将軍をね、アドミナルですね、アドミナル山本をやっつけてプッチンしたらですね、さらに優秀なやつが上に立ってですね、我々がかえって不利になるんちゃうかということをですね、日本海軍をよく知っている将校たちに検討させるんですけども、その将校たちがですね、いや、山本より優秀なやつは日本海軍じゃいないから、あれはプッチンすべきやということになって、例の作戦が実行されて、アドミナル山本は南海のですね、トゥーと消えたわけですね。いやだからね、プッチンしてね、どうなのかと、結局それがプラスになるのかマイナスになるのかというところまで検討しているのかどうかですね、イスラエルと今のイスラエルという国がですね、そこを検討しているのかどうかというとですね、私はあんまりしていないんちゃうかなという気がしますね。とりあえずですね、去年の10月7日に起こされたあのテロが憎いと、それを企画したこのシンワルというですね、この人どんな人か全然私は知りませんけども、という指導者は絶対にやっつけるべきやというですね、まあそういうマットなですね、感覚でイスラエルはこのシンワル氏をプッチンしたんだと思うんですけど、まあこれがですね、実際その一人の男性、一人のリーダーの死ですけども、それがイスラエルにとってプラスなのかマイナスなのかは、このあと何年も何十年も経ってみなければ分かりませんよ。このシンワルさんがですね、ものすごく神格化されてですね、ああいう死に方をするのがパレスチナ人にとっても名誉であると思い出してですね、みんながですね、マッドになったらですね、かえってイスラエルはやりにくいんちゃいますか。あるいはものすごい英雄になってですね、もうみんなに奉られてですね、イスラエルはもう不具大抵の敵であるという感覚がパレスチナ人にすっかりですね、焼き付いてしまえばですね、もう根絶やしにするまでですね、戦いが続くわけでしょう。まあそうどうなるか分かりませんよ、分かりませんけども、今回一連のイスラエルの行動を見てるとですね、決してうまくはないなと思いますね。君らいずれその5年や10年の先ではないけどですね、50年100年200年っていう歴史を考えれば、必ず君らはですね、地中海に追い落とされるよと、イスラエルという国は続かへんでという思いです。分かってないんでしょうね、イスラエルという国は。アメリカが助けてくれてるからこそはお前らは生きてられるんと、アメリカが手引いたら終わりやんと、それだけの存在なんですよイスラエルは。そのことを分かっていないなと、いつまでもアメリカが助けてくれるな、助けてくれると思い込んでるんでしょうね。だからあれだけ周りのですね、アラブ人に憎まれてもですね、憎まれることを続けていると、平和共存しようとはしないわけですねはい、まあ私の生きてるうちはあるでしょうけども。ということで、このロイターですね、英雄の死、英雄の、もう読めへんね、これもう、英雄の死はかくあるべき。ああ、これ本当にね、ロイター、なんとかせよって話ですね。もうすぐ画面が変わって読めなくなる。ガザ住民、ハマス最高指導者、シンワル氏、痛むという記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどう思われておりますか。